野球嫌いな人もこれはやっぱ見てほしい。何言ってっか分かんねえや。これ見てくれたら倉本の良さ全て分かるから。まんま正面のセカンドゴロ。これさ、アナウンサー困るだろ。これ実況が困っちゃうよ。何をしてるんやって。しかも球足速いセカンドゴロだろうな。右の足。何やってんだよこいつマジで。入ってるんでしょうけどね。いや、あの多分頭に入ってなかったら速いってだけで、はい、実際の思ってたよ。この顔な、はい、今のは俺もくら、俺まあ横浜も好きだから応援してんだけどさ、倉本トカゲに似てるじゃん。俺倉本が嫌いになったせいでトカゲすら嫌いになったからな。どう説明すればいいの。ちょっとわからんすねって。これはダメでしょ。このポジション分が悪いですよね。これダメでしょ。いい勝負。いや怠慢じゃないよこれ。下手くそなんだって。2017倉本絶望を与えた守備集見よう。ちょっと見ようぜ。なんだこの美容。一発目からいいね。相性のところ真正面。まあいい話じゃない。いやこれはアウトだ。これ見てたわ。これ見てる、超笑ったわ。これ見てる、最高だよこれ。おい見てくれ。このショートゴロさ、このジャンプ、これこれこれ最高だよな。もう投げなくていいじゃん。今のいいな。これは別に許してやるよ。これは許してやるよ。高校時代の癖が残ってんだろ。あー今の怒るね、ファンが。シンプルに下手なやつね。カットしろや。あ、正面。いいね、逆シングルも下手だね。逆シングルも下手だね。肩も弱いね。いらないんだ今のスライディングが。これはまあ頑張ってんじゃねえか。もう絶対ネオくんと小園の方がうまいな。これ倉本いいね。これはダメだな。怒るな坂本が。お話ししたらひどい、マジでひどい今のは。まあこれはしゃあないでしょ。まあ今のは別に悪いプレーじゃないけど、あのさ、ジャンピングスローがマジで受けたんだよな、岡本がなんかのセンター前を。いやいいね、しゃーないのあるよね。いや待つんよな、倉本は待つんよな、そこな、肩が強いやつの。待つんよな、倉本は。今取ってもセーフだよ、しかも倉本は待つんだよな。いや、せめてなんかあれしろよ。いや、あいつの方が絶対うまい。セカンドセカンド。このさ、もう、ね、このさ、やっつけ投げ何、倉本の、このさ、この後の、これこれとか。なんか不器用なんだろうな。4秒だぞ、バッターが一塁に行くまでの間。そんな余裕こいたら無理だろ。いいね、このシンプルに下手な倉本いいね。いや、俺なんつってもさ、もうなんつってもこれがたまらんよ、これたまらん、これたまらんよ、これ。で、こんなのあるじゃん。で、こんな趣味見れないよ、これ。だったら、もう一歩多く踏み込んで投げてくれ、セーフになってもいいから。倉本にみんなの評価見るか。倉本の趣味は相手に絶望を与えますって言ってるらしい。クラブのとこ行ったら全力疾走してるみんな。あのバレンティンでさえ内野ゴロで本気で走らせる男っていう異名がついてるらしい。いいよね。
これすごいよ、この蔵元前ヒットはね、もう衝撃すぎて覚えてるもん。これ分が悪いですよね。これセーフになるってちょっと、まあ、いい勝負を蔵元のファインプレー見てやるか。落としてきた三遊間、おお、ナイスプレー、いいね、肩強いじゃねえかよ。ナイスプレーです。ちゃんと投げれるじゃねえかよ。ストレートセンターに抜けるか。なんか多分想定した動きがね、上じゃんね。足の運びは悪いかもしれないけどさ、足が遅いのかな。取りました。ショート左に大きく移動。小林なんて足クソせえからな。送球アウトエンドでしっかりタイミングでこう掘られてるもんだから。高めのボールとショートから飛びついた。おい、おできんじゃん、倉本できんじゃん。ウェー、いいじゃん。右への当たり、倉本ナイスジャンプ、ファインプレーを見せました。ジェルです。先ほどはフォアボールですが、ショート倉本しっかり取りました。いいじゃんね。スリーアウト。あまりにもこういうイメージが強すぎてさ、俺悪いですよね。セカンドです。これ衝撃なんかさ、俺なんだっけ、なんとか恥ずかしい動画見てて自分が恥ずかしくなっちゃうっていうの、なんだ、なんて言うっけ、そういう病気の人たち、なんとか恐怖、なんとかみたいな、共感性羞恥。俺全然ないのね、共感性羞恥全然持ってないんだけど、俺この動画だけは人前で見たくねえもん。初めて俺に共感性羞恥を味わわした動画だよ。芸人が滑ってる動画とか全然見ても何とも思わないんだけど、これだけは人前で見るのきつい。セカンドです。まあいい勝負を。これはきついな。倉本は横浜のユニフォーム着た美容師って言われてるらしいよ。だって美容師にしては野球うまいな。そうやって考えたらまあすごい人だよ。